ジャッジは藤本に入れましたが、まあ、あのジャッジはだから どちらとも取れないっていうふうに取ったんですよね。それだけ手数も少ないということです ですね。もっと手数をという警告試合。右ストレート、藤本飛び込んでいく。まあ、あの流れとしては藤本選手だったと思うんですけど、まあ、差がついてないというところもなったんですよね。武蔵はデビューしたのはこの横浜アリーナ、この地で陥落するわけにはいかない。藤本は武蔵の首を狙ってここまで切磋琢磨してきた。武蔵選手も気合入ってきましたね。次のストレート武蔵、左右の福藤本、両者の意地がもつれ合っています。リング上一旦ブレイクです。のりかさん、2人とも気持ちが出てきましたか。そうですね、お互いに気持ちと気持ちのぶつかり。ありましたね。武蔵ダウン。聞いてますよこれ。立てないですね。決着はノックアウト。おお、また歴史が変わりましたね。日本最強の男武蔵がデビューしたこの横浜アリーナで陥落。武蔵に土をつけ最強。武蔵選手左ハイが来るとは思ってないですね。